安倍さんの国葬が話題になっていますが、戦後では、唯一吉田茂の国葬の事例があり、その経費を審議した、1968年5月9日の衆議院決算委員会、社会党の田中さんの質疑を振り返ってみました。まず、総務長官にお伺いいたしますが、昨年度予備費の中で、 小吉田茂さんの国葬儀に必要な経費として1809万6000円が出ておりますそこで昔は国葬のことにおきましては大正15年10月21日の直霊第324号で国葬令というのがありましたところが今日ではこの直霊は消えておると思うのですが生きておるのですか死んでおるのですかまずお伺いします ただいまご質問の旧憲法時代の国葬令、これは今日なくなっております。直礼第324号は、現在生きておるのですね。なくなっております。なくなっておるのですね。そういたしますと、国葬を行う場合、吉田茂さんは、長らく総理をしておられたので、いろいろやっておるだろうと思います。しかし、しかその功罪につきましては、見る人、 立場によっていろいろ観点が変わると思います。あえて、私は、個人に対しまして、とやかくは申し上げることを避けますが、ただ、単に、国家に、異訓のあった前の勅令を引用するならば、そういう言葉になるのですが、そういうことで、内閣が国兵にしようと決めれば、いつでも、国葬を誰にでも行う、そういうことであっては、私はならないと思うのです。したがって少なくとも 今日直類が死んでおるならば、そういう法律なり、何らかの拠りどころというものを作る必要がある。ご指摘のように、今後、これに対する、何らかの根拠法的なものは作らないかというお趣旨でありますが、これは、行政措置といたしまして、従来ありましたような国民全体が、模擬服するといったようなものは、むしろ作るべきではないので、国民全体が納得するような姿において、本当に、 国家に対して異君を立てた方々に対する国民全体の盛り上がるその気持ちを汲みまして、その時に行政措置として国葬儀を行うということが、私は適当ではないかと存じます。もちろん、予備費は憲法の87条によって、内閣が勝手に使える、あとで承認を求めたらいい、大倉大臣は、そういう読み方をしておられるようですが、私はそうではなくて、内閣の責任において支出,出すると言っても、 それは何らかの根拠がなくちゃいけないんだ、デたらめをやられたら困るんだということを、この前も言っておるのです。そこで、国葬というような問題についても、内閣だけの判断で決められるということにつきましては、私はどうかと思います。先ほど申しましたように、個人のことは申しませんが、見る人によって観点が違うのです。言うならば、私はあるいは自民党そであったと思う。あの時に たくさんの人が参列したとかあるいは商工に行ったとかこういうことですがこれは久しぶりといいますか国葬というのを知らないどういうことであろうかという見物人も多かったと思うそれに1800万円という国費が使われておるわけですもう少し何らかの基準を設けそして国民全体があるいは国会がそれに対してなるほどこの人ならばやるべきであるこう思う人にやるべきであって 吉田さんはしてしまったから、いいか悪いかを今更申し上げませんが、そういうような基準がなく、言うならば、その時の内閣の思いつきによってやられるということには賛成しかねるわけなんです。だから、今後は、やはり、一つの基準を設けるべきである、そのように思います。さらに、この1800万円の大まかな内訳はどうなんです。1, 万円という国葬費は、 どのような金が出たか1800万の内訳を申し上げますと、所借金8万7000円、あとは帳費でございます。この大まかな内訳といたしましては、準備に必要な経費、それから日本武道館の借り上げに必要な経費、あとは飾り付けに必要な経費、こういうように小分けされます。飾り付けととかか何かで、で万円というのは相当な金ですよ。 万千円のうち、国葬儀準備等に必要な経費が459万8000円その内訳を申しますとこれは送迎用のバス等の借り上げ費が194万円案内状等の印刷および送料等通信費が138万5千円準備会議費救護反射例その他かが127万3千円次に武道館の借り上げに必要な経費が394万2000円 それから第3番目に国葬儀場飾り付け等に必要な経費として955万6万六千円でございますがそのうちをも名物は生け花の飾り270万円県下150万円等でございますそうして読まれても私はピンとこないのですが例えば花台がなぜそんなにたくさんいるのかというような疑問もあります国葬儀につきましてはご承知のように法令の根拠はございません だから、今、その基準を作ったらいいかどうかということについて、長官からお答えがございましたが、私は、やはり、何らかの基準というものを作っておく必要があると考えています。幸いに、法令の根拠はございませんが、低名皇后の例がございますし、今回の吉田元総理の例もございますので、もう、前例が、いくつかここに重なっておりますから、基準を作るということでしたら、 簡単に基準らしいものが私は作れるといいう,うに考えていますそうすればこの予備費の支出もこれは問題がなくなることになりますので私はやはり将来としてはそういうことは望ましいというふうに考えています今後国葬にしろ省町葬にしろはっきりした基準さらに今水田大臣は前例もあるとおっしゃったがその前例を例えば 吉田さんの場合、それを前例としていいか悪いかは、別な観点からも言えると思いますので、一つの前例ではあるけれども、それがすべてではない、そういうことだけを申し上げておきたいと思います。